さんこんにちは。こんにちは。南部美人の小売部柴田と申します。デザイナーの津崎です。で今日はですね、南部美人の蔵元直送ネットショップで毎年人気の企画、そうですね、頒布会のバラエティーコースのお申し込みがスタートしましたので今年もやってきました。今年はですね、ちょっといつもと違った変わったお酒を用意することができたんですけども、私たち一押しの商品がありましたので、そのお酒と合うおつまみをちょっと何点かご用意したので一緒にご紹介したいと思うんですけども、で今日はスペシャルゲストがおりますので後ほどご紹介したいと思います。はい、はい、ということでスペシャルゲストに登場していただきましょう。はい、のんべいの平野課長です。お願いします。ゲイスペシャルゲストって今日も飲んでます。今日はエビス、エビスいただいてます。はい、よろしくお願いします。今回のおつまみのコンセプトなんですけど、誰でも購入できるコンビニおつまみということで、ちょっととあと地元のちょっとおすすめなおつまみですねをちょっと用意させてもらったので、オーケーオーケー、まあたくさん飲んでもらいながらちょっと酔っ払うねこれ何種類あるかわからないけど、お願いしたいと思います。はい、まずお酒をちょっと飲んでもらいたいなと思うんですけど、夏酒ブリージーの生酒のフローズンバージョンですね。いいね。フローズンにすることでやっぱり生酒のフレッシュさも残ったまま。そう夏っぽいもんね、なんかね、凍らせたことによって。そうですね、まだ凍ってる状態だけどすごい綺麗なうんうん、うん、これしかもあのフローズンにしても、あの普通ほらオレンジジュースとか凍らかすとさ上の方が濃かったりする。あ、ありますね。はい、さ、このフローズンないからね。あ、だからこう少し凍ってでもちょっと溶けたらもうそのままでもいいよっていう感じだよね。なるほどですね。うん、じゃあせっかちののんべえさんとかはあもう最高ですね。そうちょこっと溶けたなと思ったらそのままもう行くね味ガッチシじゃん、味見じゃねえもんねこれじゃあいただきます。あ、爽やかだな。あ、いいですで1品目なんですよ。はい、鶏軟骨のつくねでございます。塩とタレと味が2種類おマジで入ってみたいですね。で左側がタレで右側が塩かな。おお、いや塩でしょこれ塩でしょ、このこういうかこうフルーティーでねみずみずしいやつには塩じゃねえのかな。ね、この時間から食べる、飲んで食べる、ね、最高。うまい。さすが。今コンビニのおつまみ選ぶの悩むぐらいいろいろ種類がありますね。ああ、いいですね。でもなんかね、タレもいい気がしてきた。結構出張とかで、ね。ホテルに戻ってなんかもう一杯飲みてえなって時はコンビニ使うもんね。あー、やっぱそうですよね。ちっちゃい小瓶とか買ってきて、あー、なんでもコンビニ揃ってるから、うん、おー、おなんかタレいいかも。お、タレのその甘じょっぱい感じが、はい、データ上はちょっと少し中口甘口寄りになるかもしれないんだけど、うん、それが結構その甘じょっぱさといいのかもしれない。良き良き良き。うん、タレも俺タレの方が好きかもしれない。じゃあゆずレモンも合わせてみよう。はい、シャーベットっぽい。ああ良きだね。この商品私たちどうしても商品化したくて、うん、何年も温めてたんですよ正直。いよいよテスト試作っていうかの時に。あー最高だなこれ香りがすごいもんね。香りがもうすごい良い。しかも生で生でないこんなでフローズンでしょ、はい、一番いい状態を閉じ込めてるもん、はい、あーこれは絶対俺は塩だと思うあ絶対塩だと思う。
よだれが出てきますね、私たちも。おい、お預け状態です。ああ、いいと思う。ああ、結構なんかお料理の邪魔もしないのかな。そうだね。結構さ、なんかレモンとかの鍋とかってあったりするじゃん。はい。はい、それとかに似たような感覚。うんうんうん。タレ合わねえと思う。タレはちょっと合わないと思う。合わなくはないけど、塩。あ、やっぱ塩の方が。塩絶対。じゃあちょっと2品目に行きましょう。行きましょう、行きましょう。2品目は、土井たらです。おつまみの定番です。ど定番やね。ど定番やね。合わないわけがない。合わないわけがないよね。はい、じゃあ、ね、やってみるね。はい。これとさ、ブリーチを最初。はい。合うと思う。やっぱチーズとか魚の旨味とかってやっぱ日本酒の発酵とかとやっぱ合うんじゃないのかな。まあもうちょっとこれ、あれどうなんだろうな。こう最初はおやっ、うん、と思ったけども、でも酒のこうちょっと温度が口の中で上がってくると、やっぱりこうしっかりこうチーズの油成分みたいなのをちょこっと口の中で溶けてきて、いい感じになるという感じ。はい、はい、いずれもいきます。レモンで、いずれもこれも合うんじゃないのかな。さっきちょっと塩味って言ってたので、うん、これちょうどいいね。うん、チーズ合うよ。さすがチーズ。チーズチータラ間違いない。間違いない。定番のおつまみ。うん、普通だな。お、劇的にこう、あ、いいとかって感じではない。うん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 、でもなしではないと思うよ。あ、やっぱりね、あの糖類無添加ってそういう利点があるよね。結構どんな食材と合わせてもまあ無難にまあいいかなぐらい。あ、あの なしではない、うんうんうん、だね。じゃあこれ私がいただきます。もう歯でね、このタラの部分を、ね、今日ちょっとやります。じゃあ3品目に行きましょう。3品目はビーフになります。あ、いいですね。クリスマスがやってきたね。早いけど肉ってはたまた合うかって話だよね。肉したね、なんかね、やってみましょう。お願いします。行こうぜ行こうぜ。ちょっとなんかワインとかのね、なんかいい。ああ、そうだよね。あ、めっちゃトリュフじゃん。あ、すごい。めっちゃトリュフじゃん。面白い。でこの薄切りもいい。おトリュフもいいの。お、なんかすごい。ちょっと新たな発見。新たな発見だね。ないじゃん。絶対日本酒とか出てこないような匂いとか、はい、だからトリュフ。ここ意外にいいの。おお。結構嫌いじゃない。おお。ということで、はい、これは合わねえぞ。譲れも合わない。ちょっとぶつかりそうなイメージありますよね。絶対無理だと思う。まあちょっと物は試したもんね。絶対合わないからこれ。ないね。ない。これはね、わけわかんなくなる。あ、味がど、なんかどっちも主張してるから。濃いので。意外ですよ。じゃあブリージーの方が。そうだね、なんか良かった。優雅な感じ、なんかいい感じのそのトリュフ感がこっちにこう来て、うん、まあ、いいじゃない。いいですね。これもあのローソンさん の冷凍コーナーに置いてあったんですよ。マジで、はい、すげえな。本当にただ冷蔵庫で解凍する。ああ、じゃあもうこれと一緒だもん、ね、一緒ですね。一緒にもうね、朝冷蔵庫に置いておいて、冷凍庫から冷蔵庫に置いておいて、これも冷蔵庫に置いて家に帰って、ただいまで、ただいまで、はい、最高やん。よきよきよき、じゃあ、次行きましょう。はい、4品目ですね。ティラミスになります。はい、なかなかぶっ込んできたね。攻めてみます。攻めみましたらね、ちょっと試しに。ティラミスはね、個人的に好きなんだ。あ、よく好きなんだけど、うん、酒と合うのかって。そこですね。
でちょっとこれあの半解凍でもちょっとアイスケーキティラミスみたいな感覚、うん、ああなんか響きがすごい、いや今いい感じです、ね、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい感じ、はい、え、じゃあ食べてみます、ね、お願いします。私たちも結構ティラミスね好きで、やっぱ女子チョイスですね。うまい。あーローソンさん、ローソンさん美味しい。さすが。でもね、でもね、お酒と合うのかって話です、ね、今日は。ちょっと待てよ、もう意外とちょっと待てよ、おおちょっと意味深ですあのね、悪くないおーあったねちょっとね、これはびっくり、なんだろう、甘酸っぱくてこう若い人たちが飲めるような、で、どうしても 14% だから、うちらってほら結構 15、16% なんですよ、そうですね、でそれにさえ飲みやすくはしてるんだけど、よし、じゃあこっちは本命でしょ、はいちょっとこう、なんていうの、デザート酒じゃないですけど、そうだよね、はい、ちゃうね、じゃあインパクトが強かったもん。なんかね、まあこっちはなんとなく味のこうイメージができてたもん。あ、はいはい、面白い結果になる。ちょっと悔しい。最後の一品に、はい、行きますか。行きたいと思います。はい、石橋せんべいのスティック。あ、スティックせんべい、せんべいですね。はい。と富士ファームさんのこれはレバーペーストになります。はい、おお、最強やね。地元の。よくいいですか、いいね、はい、やるもんね今回プレーンじゃなくてあのごまのチョイスなので、よきよきよき、うん、このちょっと食べてください、よっしゃ食べてみてください、そうちょっと待って、ちょっと待って、ほんとにこれこう、はい、食べてみて、なんかせんべいって言われても、まあ、もちろんね、丸っていう合わせるっつうか、こうなんだろう、飲み終わって話とかするじゃん、はい、その時とかにこう食べて、でまたこう飲む、なんか一緒にこう合わすんじゃなくてなのかな、の方がいいかもしれない、うんうんうん、っていうことで、ちょっとこっちはマリアージュとかっていうよりは、そうですね、はい、このレバーペースト最高にうまいよ、最高なんですよ、最強にうまい、いつもクラッカーとかバケットとかね、で、食べたい、あー間違いない、あーもう間違いない、これはい決まり、あー優勝優勝まだ言えないけどやっぱり合う合う、そうですよね、もう、うん、いい、このまま食べても美味しいし、せんべい単体でこう合わせるんじゃなくて、やっぱりこうディップかなんかでやった方がいい気がする、ということで、はい、はい、じゃあ譲れもいっちゃうと、はい、じゃあね、そのままでいきたい、はい、いい音だよね、でも俺は合わないと思う合わない、あダメ、あのマッチングはゆずレモンだし、うん、しなんかね、うん、ダメ、うんうんうん、これはおすすめできませんね、うん、いや別にあの芝居せんべいというのもあれじゃないんだけども、はい、相性はペアリングじゃない、どっちかというとこっちの日本酒とか、うん、でこれどこまでだっけ、あゆずレモンと、あディップを試してみたね、オーケーオーケーオーケー、こういうことになります最後で、まあ、みんなそうですよ、私だってそうです、今飲んでないから私とつばきちゃんこんな喋ってますね、そうそう、なんだよ、ベロ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 、どうだろうね、どうでしょう、あーちょっとないかな、まあでも面白いよね、面白いですよね、
そうだよねそうまあでも結構ね自分たちの多分今回は俺が実験体そうですね、はい、だったんだけども、はい、でもやっぱりこう個人的なこうあれがあると思うからこれが最強だっていうのを自分たちで探してもらった方がこれはあくまで参考です、ね、そうですねだから、うん、ぜひぜひねみんなで皆さんで、はい、あのいろんな試し方、はい、コンビニだけでこんないろいろ楽しめるからね本当です全然いい楽しい新しい発見もあったもん、ね、ありますね意外とデザートそうティラミスもいい俺ちょっとびっくりしたもん、ね、ちょっと帰ってやってみたい、ね、まあ俺がティラミス好きっていうのもあるかもしれないけどもどうでした今日今日楽しかったですよ最高に楽しかったあよかったよかったこの背徳感がいいよということでですね、はい、6月に反復会のバラエティーコースでお届けするお酒がフリージーの生酒のフローズンとゆずレモンの生酒のフローズンと720ミリが1本ずつ届くんですけども最高のセットもう間違いないですね間違いない、はい、平野課長には申し訳ないですけども私たちこれ今日持ち帰ってちょっと楽しみたいと思いますぜひということで、はい、ではもしよかったらまた平野課長にいろいろおもてなししたいと思いますので、まあ、他のスペシャルゲストも呼びながらそうです ねちょっと少しずつ、はい、皆さんで俺は卒業するよそろそろYouTube をそうですねあのまだ頑張ってもらいたいと思います平野課長のファンがいっぱいいますから、はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございましたチャオチャオチャンネル登録よろしくお願いします。